虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手にということで、ドライブトークですね。天気いいですね。暑いですよ。夏が来てますよ。嬉しいですね。はい、そんな中いらないものシリーズをやりたいと思っております。はい、まだありましたわ。はい、いくらでも出てくるね、いらないもの、世の中に溢れてます。はい、今回のいらないものはと言いますと、徹底討論、徹底分析などいらない。はい、ね、まあ僕ね、今テレビとかほとんど見てないですけれども、よくテレビ政治系の番組とかで、なんかみんなこう政治家何か集まったり有識者が集まって、今の日本に関しての問題点徹底討論しますみたいな。いや、してへんよ。全然見てみたら全然してない。その僕が昔テレビ見てた時代でしてない。はい、だから結局そういう風に言っときながら、煽っときながら、あ、もう徹底的に言ってくれるのかなみたいな、もっときながら、こう大事なことはこう伏せたり、いや、こうちょっと今こうテレビで言えませんけどとか、なんか政治のね、あの党の絡みでこれは言えませんけどみたいな、周りもちょっと納得して、まあそれはしゃあないかみたいな、徹底的に言えや。嘘つきやん。徹底討論、徹底分析、いや徹底してくれ。もうだからできないんだったら言うな。だからいらない。以上。こう視聴者の目をね引くためにある程度ちょっと誇張して言っちゃう。いや、分からなくもないけど、なんかもうそれ何回もやられるともう腹立つんですよ。まあだから僕は見てないんですけど、もう嘘つくなと。いや、詐欺師する言っといて、してない。だからテレビではまあよくあるやり方ですよね。うん、まあ他の言葉でもいろいろありますけどね。大爆笑とかも嫌いですもん。大爆笑も必須みたいな、やっといて、いざ見たら、うん、全然僕大爆笑してないし、嘘やんみたいな。いや、そういうのも多々ありますね。はい、まあ、だからもうそのテレビに限らず、まあ、YouTube でこういう字幕使った人いるのかな。あんまり他のね YouTube ではあんまり僕見ないからあれですけど、なんかそういうサムネイルとか見ると、あ、もうめっちゃ嘘くせえとか思っちゃうんですよね。見た瞬間何にも中身見てないくせに勝手に決めつけちゃう自分がいる。まあ、それだけその言葉に騙されてきたっていう証があるわけですよ。大人の事情で言えないとかね。大人の事情、大人の事情もいらんわ。大人の事情がいらない。これもだな、うん、いや、それあるんだったら出てくんなよ。そういうの抜きで喋りましょう、言いましょう、聞かせましょうって思うんすよね、うん、そんなに NG ワードあるんやったら出てくんな、喋んな。そういうのなしな人たちで、あの政治を回してくれ。本当ですよ。だから偉い立場だったら言えるとかさ、立場上言えないとかさ、あんちゃん、なんなんそれ。民主主義のクソもねえねん。そんな感じです。はい、もう僕の愚痴のみっていう感じになりましたね。はい、徹底討論などいらない。あと大人の事情もいらない。今回は2つ。急遽2つになりました。はい、いらないものありますね。はい、また考えれば出てくると思いますんで、思いついた時にまた喋ります。よかったら聞いてください。虹色映像終わりたいと思います。さよなら。虫